ランゲンベルクは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州、デトモルト行政管区のギュータースロー軍に属す、町村である。ランゲンベルクの町は、ギュータースロー軍南部のエルダー山やシュトロムベルガー、山の山並みの上に位置している。最寄りの、より大きな都市としては、 北のレーダビーデンブリュックが 7.5km、ギュータースローが 18km、南のリップシュタットは 15km 離れている。東に位置するパーダーボリューンは 38km 離れている。長域を北東に向かってフォルトバッハ川とオイステルンバッハ川が流れており、グルーベバッハ川経由で、または直接にエムソ川に流れ込んでいる。また、ラントグラーベン川。 ブラントグラーベン川、クライバッハ川、シュールグラーベン川、ベルクビーゼンバッハ川、カルテストロート川が流れており、グレネ川に注ぐ。グレネ川は、地域南西部からこの町を離れ、その後、リッペ川に合流する。町内の最高地点は、町域生産の海抜112メートルの地点。最低地点は、南部のグレネ川が、 長域から離れる地点で海抜75メートルである。ランゲンベルクの地熱分布図長域の地盤は、ミンデルリス間表記の川や湖の堆積物や、リス表記のティルを含む、雪解け水の堆積物からなる。深部には、リッペ川やエムス川が運んだ粒て、砂、シルトがあり、その上に、ビュルム表記やその後の時代に、自然形成された、包み、オード、細かい砂、 砂丘がある。その仮層は、中世代のほぼ完全に水平な粘土質の泥杯岩、石灰質の泥杯岩、泥杯質の石灰岩、石灰岩の層である。さらにその下には、デボン木や石炭木の集局した地層がある。町の東部全域は、エムス川及び立平川による低地に位置している。この地域は、地下水が豊富で、川の堆積物である砂や、 オードからなるグレーゾルを形成している。ここは主に緑地として利用されている。町の南部は地下水が少ない箇所は栄養分の低いや荒れ地の土壌からなっている。地下水が多い箇所ではグレーイーコールポドゾルを形成しており、こうした箇所では工作が行われている。ランゲンベルクの西部は粘土質の表記のティルで主に構成されている。水分と火星が低いため、 氷土まで湿気を帯びているこの土地は森林が多いが緑地や排水工事後に工作地として利用されてもいる。ランゲンベルクの町域は地熱ゾンデによる地熱源やヒートポンプによる地熱採取については中程度から良好な状態にある。ランゲンベルクの土地利用図赤が住宅地、白が農業用地、青が水域、緑が森林である。 黄色は主な道路を示す。グローセラントゲマインデに分類される。この町の面積は38.31平方キロメートルである。その多くは農業用地で全体の約74.5%を占める。これに次いで住宅地と交通用地が合わせて15.2%である。町域の南北の最大幅は約点二キロメートル。東西のそれは 約7 6トルである。ランゲンベルクはご市町村と境を接している。北にレーダビー・デンブルク、東にリートベルク、南にリップスタット、西にバーデルスロー、北西にエルデである。ランゲンベルクの地区図現在の自治体ランゲンベルクは1970年の地域再編移行ベンテラ地区とランゲンベルク地区から構成されている。 この区分は単に歴史的なもので密集した集落を形成している。このため行政上の区分は設けられていない。2006年1月1日現在の人口はランゲンベルク地区が6262人、ベンテラーが2249人である。これらの数値を合計した町の人口は州統計局の値と一致しない。ランゲンベルクは 中央ヨーロッパの温和な気候域に属している。この町は、アダイ西洋製の海洋性気候地域に位置している。冬は、大西洋の影響で、概ね温和であり、夏は、かなり暑い。アダイ西洋製海洋気候であることから年間を、通して湿潤で、比較的平均した降水がある。ランゲンベルクの降水量データはないが、約1 0トル離れたリートベルク速攻所のデータが、 存在する。その長期平均年間降水量は772ミ、mm、リメートルである。これはドイツ全土の平均値よりも多い降水量である。気温に関してもランゲンベルクのデータはない。隣接するレーダビーデンブリュックの2002年から2006年の長期平均気温は摂氏11.1度である。ランゲンベルクは1180年に初めて資料に記録されている。 ここには、オスナブリュック主教領主が治める小さな集落として記述されている。この時代以降ランゲンベルクは、ドロストやビーデンブリュックの役人によって統治されていた。1815年のウィーン会議後に、プロイセンがベスト・ファーレンに新たな行政区分として軍への分割を行ったにも、かかわらず、この貴族関係は存続し、1970年になって解消された。 ベンテラーは1130年に初めて文献に記録されており、おそらくランベンベルクよりも古い集落である。この集落は1970年までアムト・バーデルスローに属していた。このアムトは1816年にプロイセンの行政区分新設によって設けられた。この町は19世紀半ばまで農業を主体とする町であった。 1828年にはすでにビーデンブリュックからリップシュタットに至る道路が完成していたが工業系企業が進出するのは1845年のブルワリー創設が最初であった。1969年12月4日のビーデンブリュック軍の新設とビーレンフェルト軍の分割に関する法律の施行に伴うノルトベストファーレン州の地域再編により それまで独立した町村であったベンテラーとランゲンベルクが合併して1970年1月1日に新たな町村ランゲンベルクが成立した。この新しい町はバーテンホルスト、ボーケル及びマストホルテからいくつかの農場を併合している。ランゲンベルクの福音主義教会歴史的経緯から住民の多くはローマイコールカトリックの信者であり、 福音主義ルター派信者は少数である。ランゲンベルク町内には、二つのカトリック教会と一つの福音主義教会がある。町村再編は、政治的な教会を引いただけであり、ランゲンベルクのカトリック教会は、パーダーボルン広塚サ教区、レッケンベルク四国連合に、ベンテラーのカトリック教会は、ミュンスター市教区ベックム主席司祭区に属している。 宗教への規定は保護されるべき、個人情報であり、集計された形であっても公開されていないため、詳細なデータは利用できない。ランゲンベルクには、数多くのキリスト教系の団体や、青少年のための組織がある。ランゲンベルクの聖ランベルトゥス及びセーラウレンティウス教区は1974年に、カトリック青年組織ランゲンベルクを設立し、 現在約130人の会員がいる。以下の表にランゲンベルクの各時点の長域と現在の長域にあたる地域の人口推移を示す。数値は1970年以前と1987年は人口調査結果、1975年からは州のデータ管理、統計局の公的な研究結果によるものである。 1975年から1985年までは推測値。1990年以降の数値は1987年の人口調査結果に基づく推定値である。1970年に現在の調域が成立して以降2007年までこの町の人口は約28%増加した。この増加率はノルト・ベスト・ファー練習の平均よりも大きく、 グローセラントゲマインデに分類される町村の平均値とほぼ同等であった。特に1990年から1995年までの間に大きく増加した。これは、シュペートアウスジートラー、すなわち、東西冷戦構造崩壊後に東側諸国から移住した人々によるものであった。上述の州の統計局による人口は、町当局が示している二千六年一月一日、 現在の人口8511人と一致していない。ランゲンベルクは衆議会選挙ではギュータースロー3区に、連邦議会選挙ではギュータースロー選挙区に属している。ランゲンベルクの町議会は26人の議員で構成されており、町長がこれに加わる。2004年からズーザン・レミットタークが町長を務めている。 彼女は2004年の町長選挙決戦投票で62.1%の票を獲得して町長に選出された。2009年には88.4%、2014年には75.1%の票を得て再選されている。ランゲンベルクの上りランゲンベルクの町は以下の紋章、印象、旗を使用している。紋章の図柄、銀字。向かって、 左半分には縦に並んだ二輪の青いヤフルマギクの花。向かって右半分には青い建体。二輪の花はこの新しい町がランゲンベルクとベンテラーから成立したことを示している。建体はこの二つの集落が南北に繋がっていることを反映したものである。この文章は1976年12月15日付の デトモルト行政官区長官の文書により認可された。印象、印象には、上部に、ゲメーンでランガンバーグ、下部に、クライス・グターズローの文言が記されている。旗、上りは長辺を平行に1、2、1の幅で青から白から、青のストライプで上部に、町の紋章が描かれている。旗は、やはり長辺を平行に1、2、1の幅で青から白から、 青のストライプで白地の部分に町の紋章が描かれている。旗は1977年12月15日に認可された。ノイツェレはブランデンブルク州のポーランド国境に近い町で1993年からランゲンベルクの姉妹自治体となっている。この町とは領長が組織する青年集会などを通して活発な相互訪問がなされている。これには ゼロナグラからの青年も参加している。ランゲンベルクアマチュア演劇団は1968年の創設以来ほぼ毎年舞台上演を行っている。1989年から1999年まで当期シーズンごとに6回バート・ベステルンコッテンで上演した。ランゲンベルクでは長年にわたって旅館のドライイコールカイザーイコールザールのステージで 上演していたが、2003年からは、ブリンクマン修礼の行動を利用している。ベンテラー郷土室は1967年から存在している。これは初めベントラーの学校の教材室にあったが、1984年から、シュトゥーケンダム通りのスペースに移された。ここでは、靴職人、車大工、器靴職人などの工具、雨栽培や、収穫の農具、乳化工、 洗濯、織物といった家事の用具、学校の財産目録が展示されている。絵画や彫刻といった分野の郷土芸術の特別展示が不定期になされている。見学するにはあらかじめ郷土室に申し込む必要がある。カフェツアリンデランゲンベルク駅は1887年に建設された。1979年に旅客運行が1995年には 貨物運行も廃止された。建物はそれ以来手つかずで残されており、軌道も多くの部分が保存されている。その保存に尽力してきたベストファーレンローカル鉄道協会は2015年に解散した。グートガイセルは1231年に初めて文献に記録されている。この農場は文化財に指定されており、ギュータースロー群最大の森林地域内に位置している。 その木組建築と周辺の庭園は18世紀に建造された。カフェツアリンではランゲンベルクのキルヒ広場にある400年以上の歴史を持つレストランである。木組建築の入り口上方に1649年の名がある。しかし、教会敷地内の客席の沈借料が1567年の教会の会計簿に記録されている。この建物内には、 ブルワリー、上流所パン焼き用が入っていた。修復された建物内のカフェは1997年に再オープンした。カトリックの教区教会、ランゲンベルク聖、ラムベルトゥス及び聖ラウレンテウス教会は1234年に初めて文献に記録されている。斎藤は1200年頃にロマネスク様式で建造された。教会堂自体は、 後期ゴシック建築である。現在の神道と塔の屋根は15世紀から16世紀のものである。1892年から1894年までにネオゴシック様式の側廊が増築された。教会内部には13世紀のロマネスク様式のアライライバンがある。キリスト卓系群像、光輝く聖母。 聖アンチ塔は1515 15年から1523年に教会内に奉納された。ベンテラーの聖アントニウス教会は1856年から1859年に西側にレンガ造りの塔を持つ誕生式教会として建造された。1912年から1914年に翼牢、南東の塔、内陣、西部室が増築された。広団、本祭団、 脇祭壇はビーデンブリュック派の作品である。教会前には旧度系統の時計が見られる。福音主義の平和教会には1860年鋳造の鐘がある。これはハインリヒル・トビヒロー・マイヤー鋳造所が制作したもので、現在は保護文化財となっている。この他の見どころにはあるてペントルッパー・シューレや旧大館書がある。 ランゲンベルクには公認の公園はない。この町にはギュータースロー群によって自然文化財に指定されている多くの木が3本ある。これらはいずれもランゲンベルク地区にあり、このうち2本は自転車道 R25 号線沿いにある。町内に自然保護地区はない。ランゲンベルクは波外れたサークルクラブ、境界構造を有している。町内には60以上の そうした団体があり、統計的には人口140人あたり一つの団体がある。スポーツ庁内には二つの総合スポーツクラブがある。SV グリューンバイランゲンベルクは1928年に設立され、現在700人以上の会員を要している。クラブの歴史の中で何度も、第二のクラブである SV56 ベンテラーとの合併が議論されたが、その度に頓挫している。 SV56 ベンテラーは1956年5月1日に設立され、現在の会員数は400人を超える。サッカー第一チームはクライスリーが A でプレーしている。2つの地区それぞれに射撃クラブがある。セイラムベルトゥス射撃兄弟団ランゲンベルク EV は1871年に創設された。1999年に射撃競技部門が設けられた。 聖アントニュース射撃兄弟団、ベンテラーは1900年に、兵士、防衛協会として設立された。このクラブの会員数は800人以上である。この他に、馬の調教、騎馬、乗馬クラブ、テニスクラブ、体操クラブ、潜水クラブ、老人サッカークラブ、障害者スポーツ協会、インドアスポーツクラブ、ドイツ人命救助協会地域グループがある。また、 町内には6つの伝書派とクラブもある音楽音楽に関しても、この街の住民は、とても活発である。教会合唱団、青少年合唱団、児童合唱団や、大きなゴスペル合唱団の他に、2つの民族舞踊グループ、2つのマーチングバンド、一つのブラスアンサンブル、2つの男性合唱団がある。3月には、ランゲンベルクの春が祝われる。 この街の社会生活におけるハイライトは各地区の射撃祭である。ベンテラーの射撃祭は5月、ランゲンベルクの射撃祭は7月に開催される。9月には国民銀行前で大規模なラムベルトスキルメスがある。第1アドベントにはランゲンベルクのラムベルトス協会周辺でのクリスマスマーケットニコラウスターゲが開催される。ランゲンベルク郷土協会は 夏季を除き毎月、定置ドイツのキルンクアーベントを行っている。また、さらに多くのクラブ単位で、自転車ツアー、カーニバルのイベント、ハイキングやスポーツの試合などが開催されている。ブルワリー・ホーエンフェルデの製品は地元で有名である。この地方で、典型的なピルスナーの他に、昔のレシピをほとんど変えずに1994年から再生産されている。 ラップマンス・ドゥンケルやアルコール度数40%の上流種、ホーエンフェルダーバイツエンビーアブラントが製造されている。隣町のリートベルクで行われたランデスガルテンシャウのために、ブルワリー・ホーエンフェルデは特別なビール、レオス・ベルンシュタインを発売した。ブルワリー・ホーエンフェルデ・ランゲンベルクは、明らかに中小企業、他業種からなる。 経済構造で形成されており、大企業は存在しない。主な経済分野は加工業で、ランゲンベルクの社会保険支払い義務のある労働者の約30.2%がこの分野に従事している。ランゲンベルクは、この地方で有名なブルワリー・ホーエンフェルデの本社所在地である。鉄道1979年以降、町内に鉄道は通っていない。かつて例だから、 リップシュタットに通っていたレーダー鉄道の廃止された路線はランゲンベルクで終わっている。バス地方バスが定期的にレーダービーデンブリュックやリップシュタットに運行している。道路ランゲンベルクは連邦道 B55 号線沿いにあり B58 号線の起点である。最寄りのアウトバーンは約 10km 離れた A2 号線である。航空最寄りの空港は 約4 0トル離れたパーダーボルン、リップシュタット空港である。自転車道、バーンラートルートヘルベークベーザーがランゲンベルクを通っている。さらに、町内の自転車道が3本ある。全長1 4トルの自転車道、R25 号線、ユーバー・ d ランゲンベルクが平円。全長2 0トルの自転車道、R26 号線、イムジュートクライス。 全長3 9トルで街のほぼ全域を通る R27 号線ルントウムランゲンベルクである。遊歩道ランゲンベルクには全長6キロメートルから1 1トルの5本の遊歩道と全長6キロメートルから1 2トルのノルディックウォーキングルートが3本ある。印刷媒体3つの軍の境界という特殊な立地であることから、 ランゲンベルクでは4紙の日刊紙が流通している。月曜から土曜まで毎日ローカル面を含むノイエベストフェルシェとベストファーレンブラッドのローカル版が刊行されている。両紙はローカル面以外の一般記事をビーレフェルトにあるそれぞれの編集局で作成している。同じくローカル面を有するエルデのディーグロッケとリップシュタットのデアパトリオットも月曜から土曜まで毎日。 観光されている。放送媒体、ランゲンベルクは、西部ドイツ放送のビーレフェルト地方スタジオや、ローカルラジオ局として報道番組を放送している、ラジオギュータースローの放送エリアに属している。ランゲンベルク消防団は、ランゲンベルク消防隊とベンテラー消防隊で構成されている。この町には、屋外プールも、屋内プールもない。このため、下記の天気の良い日には、 子供たちは週に3回運行される無料のバーデブスでビーデンブリュッケの屋外プールを利用する。最寄りの病院はレーダビーデンブリュックとリップシュタットにある。この町にはランゲンベルクとベンテラーに各1校、合計2校の基礎家庭学校があったが、2014年2月にブリンクマンシメディング基礎家庭学校連合として統合され、ベンテラーは分校となった。また、 ランゲンベルクに本家庭学校が1校ある。この他の形態の学校は隣接する市町村の学校を利用する。2014年10月15日現在、33人の教員と499人の児童、生徒いる。このうち基礎家庭学校が335人、本家庭学校が164人である。ランゲンベルクは、レッケンベルクエムス市民大学目的連合の 一因である。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。